じゃ通れないわね。別の道を探すしかなさそう。そうだ、線路の上を歩いていきましょう。この状況じゃ電車は走ってないでしょうし。
思い切り押したら動いたりしないかな。もう少し強く押せればどかせそうなのに。そうね、あと2人誰かに手伝ってもらえれば。そうね、あと2人誰かに手伝ってもらえれば。
ちえみ、そんなに泣かないで。新しいのまた買ってやるから。やだやだ、母ちゃんじゃなきゃやだな。どうかなさったんですか。娘が大切にしているぬいぐるみを家の中に置いてきてしまって、潰れた家の中に取りに行くと言って聞かないんです。このままだと目を離した隙に取りに行ってしまいそうで心配で、こちらも迂闊に休めないんです。私がぬいぐるみを取ってくるので、ホームの瓦礫をどけるのを手伝ってください。おお、ありがたい。もちろん手伝います。申し訳ありませんが、よろしくお願いします。でも正面からは入れそうにないし、どうすればいいんでしょう。Thank you.
そこの人、親父を助け出すのを手伝ってくれないか。昨日の夕方の余震で突然お店が崩れて、お店の中に取り残されてしまっているんです。大きな怪我はしていないようなんですが、動けないみたいで。おじいちゃん、助ける代わりにホームの瓦礫をどけるのを手伝ってください。おお、ありがとう。このお礼は必ずするよ。とは言ってもこれからどうすれば。正面からは入れそうにないし。おーい、とは言ってもこれからどうすれば。正面からは入れそうにないし。
お、お前前に会ったやつだよな。わしだ、熊沢だ。あら、あなた、妨害な値段で弁当を売っていた。そらきっと他人の空にだ。
ところでお前たちバールを持ってないか。あの金庫をここまで運んできたのはいいんだが、鍵を開けても扉が下げているようで開かんのだ。大事なものが入っているから何とか取り出したいんだが、どこかでバールを見つけたら持ってきてくれ。
それでは皆さん、手助けお願いします。でいてね。確か、あの駅は百合ヶ坂駅ね。ずいぶん崩れてる。私の代からの店が。
ここで被災地からのニュースです。翡翠市の江西田団地駅前の倒壊した商店街のそばでこじ開けられた金庫が発見されました。この金庫は盗難されたものとみられ、何者かがバールのようなものでこじ開けたと思われます。付近の住民の話では、大柄の男にバールを渡す若者を見たという情報もあり、警察はこの人物が事情を知っているものと考えています。警察では被災による治安の悪化から犯罪が発生する可能性があるとして、住民に注意を呼びかけています。私の代からの店が俺のコレクションが見たやつがいないか。私の代からの店が。今回の地震を受け、各国政府から災害救助隊の派遣や支援物資の申し出が届いているということです。政府は順次受け入れる体制を進めていく方針とのことです。気象庁によりますと、昨日から今日にかけて揺れを感じないものも出ています。今後も大きな余震が起こる可能性がありますので、十分注意してください。
りゃいいんだ。思い出の場所が。店はもうダメね。親父の代からの店が。これじゃあ腐っちまう。大損害よ。俺たちのなけなしの財産が。思い出の場所が。店はもうダメね。はあ、商品を取り出すか。喧嘩してる場合じゃないだろう。コレクションが。山の手のやつがいるのか。山の手が何のようだ。親父の代からの店が。店はもうダメね。これは仕事だよ。そのなけなしの財産が。俺のコレクションが。熱いわね。あら、お嬢さん、見かけない顔だけど私に何か用？私はこの町でスナックをやってる静香と言います。よろしくね。そうそう、呼ばれてたんだったわ。迎えに来てくれてありがとう。
せてごめんね。親父が無事でよかった。入っても大丈夫かな。大丈夫かな。親父が無事でよかった。
消し止めたな。どういうつもりですか？どういうつもりだ？どういう意味だ？矢車商店街では木切れに火をつけて炊き出しをしていたそうですね。消防署ともまともに連絡がつかないので、大きな火事になったらどうするつもりだったんですか？ちょっと待て、その言い草だぞ。このぼやがまるで俺たちのせいみたいじゃねえか。違うんですか。少なくとも我々はこんな非常時に無神経に焚き火をするようなことはしませんよ。ちょっとオーナー、そんな言い方をしなくても。みんな非常時で悪気があったわけじゃないでしょうから。お庭さん、非常時だからこそですよ。悪気がないからといって
バッチリを食らったらたまったものじゃない。言わせていただきますが、下町には多少歴史があるようですが、閉鎖的で融通が利きません。この機会に改めていただきたいですね。お前ら山の手はいつもそうやって俺たちを見下してやがる。協調性がねえのはそっちの方じゃねえのか。やめてください。今は言い争ってる場合じゃないでしょう。すいません、遅れました。ボヤですって。復旧するんだ。たく、その奴らは常識がない。
後部かな。もう限界だ。
まったく下町の奴らは常識がない。水道はいつ復旧。復旧するんだ。やりたくないね。下町のやつだ。いい車だろう。いやあ、君、ちょっといいかい。僕がいない間に山の手の方で火事があったんだよね。
実は僕、山手の人たちに炊き出しの誘いをしに行くように言われてたんだ。でも昨日の地震から初めてリエ、彼女に会えて嬉しくなって話し込んでいたら火事が起きて。これは話が長くなりそうだけど。もし僕が炊き出しのことを山手の人に伝えていたら、火事が起こらないように警戒できていたと思うんだよ。ああ、それに僕の親父と理恵のお父さんが一層仲が悪くなってしまった。ただでさえ付き合うのに反対されてるのに。だから僕と理恵とで和解するように説得しようと思ったんだけど、山の手に行くのも禁止されてしまってね。だからこっそり会おうと思ってる。それで説得の打ち合わせをしようと思うんだ。そこで君にお願いがあるんだ。リエとこっそり会うためにこの手紙を山手に住んでいる彼女に渡してほしいんだ。ナオトさんとリエさんを応援します。手紙は任せてください。ありがとうございます。表からは入れないだろうから裏側から入る方法を教えるよ。後で見ておいて。リエの部屋は2階の北側にある。裏庭から窓に小石を当てればリエが家から出てくるはずだ。店は無事かな？じゃあお願いするよ。肉を食べないと。野菜を食べれば元気になるぞ。よし、いい湯加減だ。から元気でも元気は元気だ。商店街の最後だ。大人だよ。
親父が無事でよかった。入っても大丈夫かな。何もないぞ。気でも元気は元気だ。商店街の底力だよ。下を向いてばかりもいられないよな。山の手に住んでてよかった。確か、リエさんの部屋は。おい、そこに誰かいるのか。まずい、このままじゃ。ナオトさんの手紙を持ってきたことがバレちゃう。早く逃げよう。車だろう。
リーが。水道はいつ復旧するんだ。元気は元気だ。よし、やるぞ。とにかく行こう。ナオト君、この手紙は君が書いたものだね。
はい。さっきうちの裏庭で放火未遂があった。そこにこの手紙が落ちていたんだ。君がリエと付き合おうとしていることは知っているが、私が合わせないからといって家に火をつけるとは。やはり下町の奴らは信用ならん。災害に乗じて何をしでかすかわからん。とにかく君は危険だ。でも今は警察が手一杯だ。しばらくうちの物置で頭を冷やすといい。リエにこのことを。ナオトのやつ、よしやるぞ。とにかく元気になるないと。暑いわね。いい湯加減だ。親父が無事でよかった。入っても大丈夫か。何もないぞ。お父さん、出てきて。行くだよ、とにかくやるぞ。ナオトのやつ、おかわいかんと。ならなければいいのに。とにかく、でも、どうしましょうね。普通に尋ねてもお父さんが会わせてくれなさそうだし。もう一度裏から忍び込みましょう。ダメよ、そんな怪しまれることしたら今度は私たちも捕まっちゃうわ。そうね。あ、そうだ、リエさんの友達のふりをして訪ねてみたらどうかな。お父さんも友達全員を知ってるとは思えないし。山の手と喧嘩にならなければいいのに。大川、ナオト君が放火。魚を食べてもらうのか。本当に喧嘩が喧嘩なのか。待って、ナオトさんから言伝が。そうだったんですか、ナオト。あの、お願いです。あなたが目撃したという放
他の真犯人を見つけてくれませんか？真犯人が見つかれば、ナオトも出してもらえると思うんです。ナオトさんとリエさんには幸せになってほしいから、真犯人を見つけます。本当ですか？ありがとうございます。でもどうしようね。真犯人を探すって言っても。そうですね。でも刑事ドラマとかでやってるじゃないですか、現場検証。まずは真犯人を見かけた場所を調べてみたらどうでしょう。何か見つかるかもしれませんよ。まずは真犯人を見かけた場所を調べてみたらどうでしょう。
するんだ。Thank you.